ボートレース玉川男女ダブル優勝戦ボートボーイカップシリーズ5日目の競争ラストカードが始まっています。第12レース女子のダブル準優勝戦後半2つ目です。バックストレッチの待機行動は枠なりに進んでいます。1号艇が遠藤恵美、2号艇戸樫麗華、3号艇池田博美、4号艇平田さやか、5号艇田口節子、6号艇樋口ゆかり、以上6名によって行われております。オッズは1番遠藤の相手探しといった間、12レース1コースには人気のど真ん中1番遠藤が入っていきます。ここ3着以上でファイナル1枠をつかめそうです。続いて2コースには2番の戸樫です。自力優出は1着条件、2着だと相手次第です。3コースへ進入していきます。3番池田のセンター線、あとは4コースの方向へ4番の平田です。ファイナル入りへ2着以上としたいこの平田、3着だと他のメンバー次第となっていきそうです。5コースには自力消滅勝って相手関係5番の田口、そして6コース6番の樋口と収まっていきました。これで並びが枠なり、体型が3対3、12です。女子ダブル準優後半の2つ目です。進入体型インコースから123ダッシュが456です。スタートが切られていきました。4番の平田がいいスタート、1周1マークへ向かいます。3号艇の池田が外から行きます。4番平田もさらに段掛け、空いたところを5番の田口、展開を痛烈についていきまして覗けるか。スタートは正常、中間地点向かって5番田口がわずかに覗いてすぐ外1番の遠藤、その後方は4番の平田にまくり出して狙った6番樋口が接近。3番手も接戦です。トップ争いは5番の田口が旋回していきまして、その外を続いた1番の遠藤は遅れを取ってしまいました。5番1番の体勢、3番手は小さく後ろから運んできた2番戸樫の外へ外へと6番樋口に4番平田、こちらは三つどもえです。2周1マーク、前は5番1番の体勢、その後2番の戸樫が旋回、ここでも外を行き合う6番樋口に4番平田、これで2番の戸樫が優勢につけました。上位体勢は5番1番2番の並びとなっています。3番手は地元支部から2番の戸樫、初手差しのハンドルから内へ内へという旋回、3番手につけています。先頭から5号艇1号艇2号艇の順番でホーム側へと折り返してまいりました。レースはこれより最終周回に入っていきます。ばらけています。先頭から5番田口、1番遠藤、2番戸樫の体勢となっています。最終の第1ターンマーク、トップターンは5番の田口、続いて1番遠藤に2番の戸樫が回っていきます。後ろからインサイドを攻める6番の樋口も空振り、直線コースリードを取っております2番の戸樫、盤石か5番1番2番の並びとなっています。1周1マーク、見事に展開をくぐり抜けていきました5番の田口のまくり出しが決まる格好、512の並びのまま最終のホーム側です。後輩との組み合わせ、12レース間もなくのゴール、先頭から5番田口、1番遠藤、2番戸樫の順でゴールイン、後方6番4番3番でゴールインです。以上第12レース女子ダブル準優勝戦後半の2つ目でした。